シャープ OZ-7000 欧米で発売された機種でカード交換により様々な機能を利用できた。電卓やスケジューラー、住所録などの機能は後の携帯情報端末と同様だが記憶容量はそれほど大きくなかった。シャープ PAX1 記憶容量は 32KB。IC カード交換によりゲームや辞書など各種アプリケーションが使用できた。 パナソニック CIP1 記憶容量3 2キロバイト IC カード交換で記憶容量の増設や各種アプリケーションが利用可能。電子手帳とは筆記具で記入し管理する手帳の持つ機能を専用に設計された電子機器で代用し機能的な付加価値をつけた製品。英語ではエレクトロニックオルガナイザーと称する。 1980年代から1990年代にかけて盛んにビジネスマン向けの製品が発売されたが、2000年代の時点では自動向け玩具を主体に低価格で低機能な製品が生き残っている。携帯情報端末が広まる前の過渡期的に市場に出回ったが、他の情報機器との通信機能がなく、連動性にかけ、データのバックアップに対応していないか、 手順が面倒であった。そのため落下、衝突や浸水といった事故によって入力したデータを全損する危険があった。さらに内蔵電池が存在しない初期の電子手帳だと電池交換の手順を誤った場合もデータ全損することもあった。この問題によってパソコンとの連携を主眼に入れた携帯情報端末や 電話番号の選択から発信までを一連の操作で行える携帯電話に市場を奪われ、その大半が姿を消した。ただその後も価格が安いこともあって、主に大人ごっこが主体、自動層向けの電子手帳市場は一定の範囲内で人気がある。人間の記憶を補助する方法として、紙と鉛筆、またはペンといった筆記用具は携帯性に優れ、 また紙質遺憾では非常に長持ちする記録媒体として活用されてきた。しかし、記録情報が増大してくると目的の情報を検索することが難しくなるという欠点があった。特に逐次的に記録することの多い手帳にあっては、ある程度意識的に整理しつつ書かないと時間が経過して新しい情報に渦漏れメモを取る。 行為自体が無意味になってしまうため人間自身に代わって情報を整理する装置のニーズがあった。この欲求に日本の電卓メーカーが1980年代半ばに出した回答の一つが電子手帳である。1983年にカシオ計算機が1984年にシャープが相次いで発売当初は住所録として 電話番号と名前をで入力、あとは LSI 回路とプログラムが50音で自動的にソートしてくれるというものだった。1980年代末にはかな入力、漢字変換可能な機種が一般的となった。後に高機能化が進み、時計を内蔵して予定時間になったらアラームを鳴らすスケジューラーが標準的な機能になったほか、 外部メモリーや機能カードを追加、交換することで、電子辞書機能やゲーム、鉄道を乗り換え案内といった機能を利用することができた。1990年代初頭には、この付加機能による高機能化は一層激しさを増し、様々な利便性を追加できる機種が一般的となった。この追加機能という思想は、本体の小型化に伴い記憶容量が、 数キロバイト数十キロバイトと限られるため、追加機能用のロムメモリーを無制限に追加していくと、小型軽量のメリットが損なわれたり、他の機能が犠牲となることに由来する。登場当初から1990年代初頭に、至るまでの電子手帳は、ボタンや薄型のフィルムスイッチが大半であった。 高機能化が進む段階でタッチパネルによるものがキャノンやソニーから発売されたが当時の技術的な限界から手帳と呼ぶにはあまりに大きすぎ高機能化の限界による市場飽和状態に陥った一方旧来から紙の手帳を出していた製紙業界から自由にページを差し替えて長く使えるシステム手帳が相次いで発売され次第に そちらへと消費者の思考外交し、電子手帳派とシステム手帳派に分断されることとなった。なお現在システム手帳と呼ばれる製品の原型は、1920年にイギリスで発売されたロッケツバインダー手帳であるが、日本では1980年代後半から次第に勢力を伸ばし、1990年代半ばにはファッショナブルであるとして、下は、 中高生から上は企業経営者に至るまで幅広く普及した。1990年代後半から高機能化し始めたパソコンがオフィスから一般家庭へと浸透を始め次第にパソコンとの連携を求めるユーザーも増えてきたことそしてほとんどのメーカーがパソコンとの連携ケーブルやソフトに電子手帳本体並みの価格をつけていたこと 海外メーカーの携帯情報端末がパソコンとの連携ケーブルを同梱していたことなどにより、次第に消費者の思考が携帯情報端末へと移り、これに追従したシャープが自社電子手帳のザウルスを PDA 化。他社は電子手帳事業を縮小させ、電子辞書や電子翻訳機へとその主流を向けた。ありがとうございます。